はい、よろしくお願いします。今回は数3の数列の極限8無限級数についてお送りします。で、ここで無限級数にタイトル変わりました。で、今回2問ね、問題ありますので、まずね、1回動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まず無限級数にここから話が変わったので、無限級数これって何ぞやっていうところを簡単に説明していきます。で、今まで数列の極限ね、無限等比数列とかやってきましたよね。で、あいつらっていうのは、まあ、数列がこうあるじゃないですか。初項、二項、三項って。で、まあ、進んでって N 項になって、まあ、どんどん進んでいくんですけど、その、この項が、どん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 ね、N を大きくしてった時、まあ、リミットをかけてさ、どんどん大きくしてった時に、どういう値になるのっていう、この項がね、例えばその項が最終的には0に近づく、0に収束したりとか、どんどんプラス方向にね、増えていくんだったら、プラス正の方向に無限大になっていくっていう項の話だった。今までは。で、無限級数っていうのは、項ではなくって、和の話。この項をどん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 足してった時に、その足したものはどうなってんのっていう。いいかな。だからそこらが根本的に違うの。項の話だったのと和の話。数列は変わってないんですけど。っていうところをね、押さえてください。だから、まあ、和を使ってるんでね、こんな感じでシグマが、ね、久々に出てきたりするんですけど、まあ、1番まだないんでね、こっちから行きましょう。で、やり方としては、基本的には、部分和っていうのを使っていきます。部分和っていうのは、全部、先の方まで考えるのは難しいので、N 項目まで、まあ、今 N 項だってこうやってあるからさ、この場合これがね、N 項目の項になりますけど、ここまでの和を考えて、そいつにリミットかけようぜっていうのが方針、やり方としてはね。で、どうやるかっていうと、まず、ほとんどの問題が変形が必要になります。この N 項目。こいつを変形するの。で、これは数列の時にやったのと同じなんですけど、こういう風にね、一般項がなってる時は、その 2N-1 と 2N+1 があるんで、それをこうやって分けるんだよね。引き算使って。で、このままだとまずくって、このままでも OK の時もあるんだけど、これをもう一回、通分して、くっつけた時を考えます。で、くっつけるとさ、まあ、もちろん分母、下はくっつけるんで、こうなるんですけど、通分すると、こっちの部分は 2N-1 はあるからいいんですけど、2N+1 を余計にかけてるんで、分子に乗りますよね。2N+1 がこうやって。で、引くことの、こっちを通分したら、これがかけてるんで、分子にかけると。つまり、こうなるんだよね。これもう一回これを通分してこっちに戻そうとしてるだけで。で、そうすると、まあ、分母は同じだからいいんだけど、分子がマイナス配ると 2N は消えるんだけど、2が出てきちゃうんだよね。そう、2。ってことは戻ってないんだよ、ちゃんと。だから、それを戻すために、こいつに2分の1をかけなきゃいけない。こう、1にするためにね。だから、2分の1を余計にかけなきゃいけないから、変形するときも、こうやって変形するんだよね。これは数列のとこでやった変形のやり方です。だいぶね、懐かしいかもしれないけどね。いいかな？こうやってまず N 項目をこうやって変形してください。そしたら、まあ、部分はって言っても、和のね、部分ですね。を SN とかって置きますと。で、SN を考えたときに、これがまず一般項っていうかね、今変形したので、まあ、二分の一はね、共通してるんで出しておいて、中括弧1入れますと。1。まず N に1を入れる、初項だからね。1を入れると、1マイナス3分の1、足す、N に2を入れる、第2項ね。2を入れると、3分の1、マイナス5分の1と、足すと、こう、点々点ってね、なっていって、で、一応、N-1 個目やるか、ほんと、ま、書かなくてもいいかなと思うけどね。N-1 個目、N 個目で止めたいんで、N-1 個目考えると、2N-3 分の1、引く 2N-1 分の1。で、ラスト、足す、これ N 個目ね。N 個目はこのままで OK なんで、2N 引く
やべえな、ちょっと右に侵入してしまった。で、中括弧閉じると。いいかな、こんな感じになります。いい？で、これなんでこんなの書き出すかっていうと、こうやって1個ずつ、第1項、第2項、まあ第 N-1 項と第 N 項ですよね。書き出すと消えるんだよね。こうやって大体。こういう風になってると。だからここに今書いてないけど、第3項目5分の1が出てくるんで、これも消えるんですよ、こうやって。で、ここもこう消えて、こいつもこの隣で消えるから、残るのがここと、ここしか残らないっていう、まあ、数列でよく使ってた技ですね。ってことで、部分は SN は、二分の一、カッコ一ね。マイナス、2N プラス1分の1と、こうなります。これで部分は出せましたと。で、最終的に部分和が出てきたんで、こいつにリミットをかける。いい。和を考えたら部分しかないけどね。和を考えましたと。で、そいつにリミットをかけることによって、先の方まで足した和の、それがどうなるかっていうことが調べられる。いいね。無限級数考えてるからね。だから、リミット、SN、イコール、入っていいよね？オッケーオッケー。一応書くか。ちょっと待ってね。リミット、2分の1、1マイナス、2N プラス1分の1。で、こっからも今までの勉強と同じです。ここね、2N プラス1分の1、分母 N どんどん増やしていけば分母が増えてしまうから0に収束すると。つまり、2分の1と1しか残らないんで、結局、2分の1と値が出てきました。こうやってね。いいかな。で、今、問題が、収束と発散調べろと。で、もし収束するんだったら和を求めようって言ってるから、答えの欄。これ、線引いちゃダメだったね。答えのとこには、まあ、言葉はね、一字一個出しなくてもいいけど、収束し、その和が今出た値ね。2分の1と。これ、終了という感じになります。ちょ、だいぶ右下がりでごめんね。下がっちゃった。いいかな。で、2番も同様です。結局は、まあ、この書き方をしてるか、こっちの書き方をね、シグマ使ってるかっていう違いだけなんですけど、まあ、こいつですね。まあ、変形していきましょう。この後勝負できないんで。で、まあ、部分は、まあ、変形からいっちゃうか。ちょっと、入らないから右行くね。こいつです。こいつ変形していきます。で、これに関しては、もう有理化していきましょう。で、分母と分子に、か、絶対入んないよね。ルート n マイナスルート n プラス1をかけます。両方にね。で、かけると、下の部分は、ルート n の2乗。いいかな。ちょ、消してあるけどね。この公式ね。この公式使ってるんで、x の2乗マイナス y の2乗の公式だと。つまり、ルート n の2乗っていうのは2乗すればルート外れるだけなんで、n が出てくる。で、引くことね。公式引くことの、ルート n プラス1の2乗なんで、それもルート外れるから、カッコ n プラス1とこうなります。分母ね。で、これ計算するとマイナス1なんで、ちょっと書こうか。マイナス1分の、今かけたもの。ルート n マイナス、ルート n プラス1と。こうなるんで、まあ、マイナスが出てきてるから、符号を変えて、ルート n プラス1マイナス、ルート n と。こうやって変形できます。これね、右側さ、全然入んないと思ってビビったらすげえ入るっていうね。ちょっと大きく書きますわ。変形すると、結果的に、ルート n プラス1、マイナス、ルート n と、こうなります。で、変形が終わったらさっきと同じです。やることはね。部分は、sn を考えて、で、部分和に関しては、またね、1から入れていくだけなので、1入れると、ルート2マイナス1プラス、足してるものだからね。第2項目、2を入れると、ルート3マイナスルート2。ちょっと、あれ、入りそうだからいっぱい書いてみようか。3項目入れると、まあ、ルート4で書かせて、ルート4マイナスルート3っていう感じ。で、点点点っていこうか。で、どうしようかな。ここは N 引く1個目でいっか。N マイナス1入れると、ルート N マイナスルート N マイナス1。で、最後は N 項目はそのままだから、N プラス1。おい。
おい。マイナスルート N。という感じ。いいかな？初項ですね。1項目、2項目、3項目、ドリーってきて、N マイナス1項目と N 項目ですね。で、消えるところを考えていくと、これ、こことここ消えるんですよね。で、まぁ、こことここ消えるから、もう当然ここも消えていくと。で、残るポイントとしては、今、ここをね、考えたときに、最初の右側が残ってるんですよ。左側じゃなくって。だから、これも考えて、まぁ、ここ消えるけどね。消えるんだけど、ここが残ります。外から2番目が残ってるから、反対も外から2番目のこいつだけ残る。これは消えます。こっちと打ち消されて。いいか。ただ、こことここが残る。つまり、部分和は、順番変えますね。ルート N プラス1マイナス1と。これが部分和になります。SN ね。で、こいつにリミットをかけましょう。SN イコール、ちょっと待ってな。カッコルート N プラス1マイナス1と、こうなりましたと。で、これどうなるかっていうと、まあ、マイナス1の方はね、N は関係ないんで、まあ、無視して、こいつです。N 増やしていくと、ルート N プラス1。これはプラスの方向に無限大行きますね。どん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 数が、ルートの中身が増えていってしまうので、結局、これは収束しない。つまり、答えは、まあ、収束発散調べろって言ってるからね。発散するで、終了となります。いいかな？なので、まあ、このタイプの無限級数の問題出てきたら、まあ、ほぼほぼ変形が入ります。もちろん、最初からね、こういう感じになってて、変形が必要ないと。部分はね、先に書き出して、部分はどうなりますか？じゃあ、部分は出たんで、そいつにリミットかけましょうでも OK なんですけど、大体が一発目に変形入れられるので、こういう変形を入れて、書き出して部分和を出すと。で、そいつにリミットをかけて、発散するなら発散。収束するなら収束して、出たリミットの答えが、それが和になりますので、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。では、今回はね、この2問やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。